名うりす神社は、島根県出雲市東新西町にある神社である。式内社で、旧社格は豪社。神在湖の南東にある高倉山のおふもとに鎮座する。出雲国風土器、三角群上に在人議官社の、な、あタいたすく社と、なあタいたすく社の2社が記載されている。演技式神明町出雲国新門軍には、なあタいたすく神社と、 同社座はカゾニシリ姫神社の2社の記載があり、この時点ですでに2つのナメサ社が合祀されていたと考えられる。天那3年に成立した出雲風土記章には俗に岩坪大明神と呼ばれていると記されている。教法2年に成立した雲陽氏には高倉明神という社名で俗に岩坪明神と呼ぶと記載されている。A65 年の当社の胸札から、 室町時代後期にはすでに旧社地の岩坪から源、社地に移転していたものとみられる。雲用紙にはまた、波笠社な売りさしありと記載されていることから、出雲国風土器不在人技官社の、波笠社の一つを合祀したとも考えられる。明治5年に、近代社格制度における合社に認定された。境内の脇から登山道を上がると、山頂の人材上市まで行ける。 岩坪、出雲国風土器、三軍か勝強豪城に、ところを作り天下大臣が、若数寄り姫命のところへつまどいに行った時に、社の前に盤石があり、表面が滑らかだったことから、大御神が、勝板石なるかもと言い,い、それが、合命の由来となったという説話が記載されている。この説話に登場する、勝板石に否定されるのが、 原社地の近くを流れる旧渓川の渓谷にある、王傑、岩壺である。この付近に、旧社地があると考えられ、近くには、岩壺明神の祠が置かれている。岩壺は、祭神の主税李姫命が、生誕時に産湯を使ったという地元の伝承がある。元織のりなは、古事記伝において、古事記のホム持分け命の説話に登場する。 石熊のソミアを、内山誠流が、出雲国風土器の勝強豪の説話に基づいて当社に、否定している説を援用し、木月大社よりも、むしろ当社のことではないかとしている。九条家本、武田家本、吉田本ではいずれも、名ー対奇神社と表記されており、これらは誤社と考えられている。 AB 関954ページ関953ページ式内社調査報告609ページ岩熊のその宮とくんずる熊は一編に式内社調査報告610ページありがとうございます